福谷が、6回まで先発出場した結果が、はぁ、素晴らしい投球。2軍の試合で先発出場した、ドラゴンズの福谷さん。6回まで、無失点という完璧な投球を披露し、マウンドを降りた。勝ち投手の権利を持ったまま降板したが、中継ぎの上田が4失点して権利は消滅する結果となってしまった。教授いい感じやん、ドラ1の底力を発揮やな。今年はマジで活躍してほしいんよ。ドラゴンズの優勝に貢献してください。アメリカで培ってきた技術を存分に発揮してね。球団としても、ドラ1だから良くない成績でも見捨てなかった。さすがに今年が最後や。完璧な投球を見せてくれた教授には感謝。一定選手のホームランで1点取ったらしいぞ。板山が覚醒している。マジで最高やな。福谷も好調だし、素晴らしいチームですね。試合的には7回に4失点して、良くない流れやな。福谷が好投したのはポジ要素。素晴らしい教授ですね。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。